具体的なコンサルの流れを教えてください。内目標と目標、これを両方とも明らかにするというのが一番初めやるべきことです。はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネル、マーケティングコス社長の仕事だということでですね、今日はゲストに北岡さんをお招きして放送していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コロナで、はい、はい、今日は僕はスタジオに、はい、まあ、会社に来てるんですけど。あ、そうなんですね、はい、まあ、もう雰囲気的にあれですよね、なんかもう大丈夫ちゃうみたいな感じになってますからね。そうですね、はいはいはい。スタバも今日から開いたみたいな感じですね。ああ、そうか、今日は、ね、19日一応これ言っとかないとずれるっしょ。そうです。今日収録日は5月19日ですね。はい、そうですよね。いや、本当そうなんですよね。だから収録が多いから、これ後ろの本棚もほんま片付けようと思ったんですけど、はい、なんか他にやりたいことが多すぎて、結局片付けることなくこれ終わったなと思って、これからズームにちょっとなんかかっこいい本だけ並べておいたのかな、いろいろ思ったんですけどね。はいはい。なかなかうまくいかず。なかなかうまくいかず。本当本棚の整理って最後の最後になるなって思いますよね。確かに。やろうと思ったらでもキリないですもんね、その本棚 の, そ, のそうなんですよ、バッシバシしてなかったんですけどね、なかなかちょっとね、他のことをやりすぎまして、かなりお忙しいというか。いや、まあ忙しくはないですけどね、なんか他にやりたいことが多すぎて、料理やら、読んでない漫画を全部読んだりやら、大DVD やらみたいなのがあって、はいはい、そうするとね、本棚は最後になるっていう。なるほど、なるほど。そうなんですよ、はい。今日はですね、質問をいただいておりますので。いきなり来ましたね。あ、いきなり行きたいと思います。前振りなく来ましたけど、はい。はい、行きたいと思います。はい。はい、で、じゃあちょっとですね、いただいた質問をちょっと読み上げさせていただきまして、うん、それにちょっと回答していただくと、こういう形で進めていきたいと思います。はい。はい、ではですね、いただいた質問、はちみつ会社員さんからですね。お、はい、なんか、ぽくなりましたね。そんな、ラジオみたいな。はいはいはい。はい。いただいた質問ですね、私は現在会社員ですと。近い将来独立を考えており、ダイレクト出版や北岡さんの教材などで勉強させていただいております。なるほど。その中で徐々に知識などは入ってきている実感はあるのですが、具体的なコンサルティングの流れがイメージできません。私のかつての想像ですが、月に数回クライアントと面談をするのだと思いますが、最初の段階で数ヶ月などの大きな流れを決めて、その後から面談で課題を与えて、その進捗を見ていく感じなのでしょうか。うん、それとも課題を与えて宿題とした場合、面談と面談の間にオンラインで提出をしてもらって、こちらで手直しをする形でしょうか。うん、その場合手直しなどが多く、次回の面談までに課題が完成しなかった場合は面談日を延期するのですか。毎回の面談日に課題を出すというのであれば、面談の目的は課題を出すために会うという感じですが、なんだかそれだとあらかじめ決められたカリキュラムの問題を出す人になってしまい、コンサルタントとしての価値が示しにくい気もするのですが、点々、うん、面談日にクライアントから相談があった場合、その場で答えと具体的な行動を提示するのですが、提示するのですか、いろいろとお聞きしてすみませんが、具体的なコンサルの流れを教えてくださいと、こういうことでいただいております。なるほど。これは、インターネットマーケティングコンサルタント養成講座などの話をしてますけどね。そうですね。この流れはお話ししてるので、まあ、社長さんなら社長さんで、まあ、コンサルタントでもそうです、社長さんでも、まあ、どうやって部下に成果を出させるのかっていうことですよね。うん、多分それと同じ、多分そのフローをお話しするのが一番いいかなと思うんですけど、はい、まあ、まず、なんていうかな。まず、まあ、当然相手によって違いますよね。うん、相手が なんていうかな、そのもうな、場合によってはコンサルティングは特にそうですけど、とかスキルが高い人に対しての場合って、そもそも相手がやることを分かってるってことあるんですよ。結構多いんです。あ知ってるんだけども、まあ、結局、それこそ先の話じゃないですけど、はい、他にやるべきことがたくさんあって、やるべきこととやりたいことがたくさんあるせいで、成果につながる仕事がなかなかできていない。多いんですよ。ですからその場合だったら優先順位をつけてあげて、いつまでにこれやりますっていうふうにスケジュール切っていってあげればいいだけなんですよね。うん、でそのスケジュール通り、じゃあ何月何日に終わりますだったら、あその
時期に、まあ、終わりましたって確認するか、まあ、向こうに提出してもらうかっていう形で、順々にこう進めていくっていう、まあ、それだけなんですけどね。うん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 、で、まあ、これも多分、この方が書いているのは、まあ、やることすらもあんま分かっていないような方が多分一番想定としてされていると思うんですけど、その場合、まず、一番初めに2つのことを理解してもらう必要があるかなと思ってて、はい。はい。一つは、期間内で、まあ、コンサルティング契約って、まあ、半年契約とかすることが多いと思うんですけど、その期間内でどういうところまで到達するのかっていうことを決めるということですね。どういうところまで、なんか目標とかゴールみたいなイメージで、まあ、目標ゴールですね。目標ゴールをちゃんと決めるっていうことですね。で、なんですけど、それだけだとちょっと足りなくて、もう一つ重要なことがあって、それは、まあ、当然その、まあ、それがゴールだと、まあ、ゴール、目標だとすると、大目標も欲しいですね。まあ、3年、2年後とか3年後ぐらいかな、うん、にどうなっていたいのかっていうことも明らかにしましょうってことなんですね。うんうんうん、ってことは、その初めに挙げた目標っていうのは、その大目標に基づいて、うん、ここからこう逆算していった、ここの目標っていうことになるわけですよね。うんうんうん、っていうこの2つですね。大目標と目標。これを両方とも明らかにするっていうのが一番初めやるべきことです。なるほど、なるほど。で、これはまあ何でなのかっていうと、2つの理由があって、1つは当然ですけど、まあ、コンサルティング契約をして、まあ、ある程度継続はしたいわけですよ、うん。もちろん最終的には僕は卒業してもらった方がいいと思ってるんですけど、まあ、とはいえって話で、一番初めこの半年で終わるってことはほぼなくて、ある程度こう形にしていきたいわけですよね。で、そうするとそのためにやるべきことっていうのは、これ半年でこれ終わりましたねってことじゃなくて、この大目標があって、ここに対して今ここやってますよね、うんうん、っていうことを目標を理解してもらえれば、目標達成した後、ここ目標達成したのがコンサルティング契約のまあ切れ目なわけですよね、うんうん、もう継続してもらうためにここを目指してるわけだから、次はこれをやりましょうねっていうお話ができるから、コンサルティングの継続率がまあ上がるっていうのが一つ大きな理由なんですね、うんうんうん、でもう一つ実は重要なポイントがあって、それは人は目の前のことをただただやるだけだとモチベーション上がらないんですよ。うん、まあ、初めはね上がりますけど、だんだん飽きてくるんですよ、うんうん、でもちゃんとこの3年後の目標とか、その大目標が 大,、まあ、その大目標が相手にとってワクワクとするような目標とか、うん、感情が入りやすい目標であれば、やっぱそのモチベーションの継続がしやすいんですよ。うんうんうん、どうしても6ヶ月後 の、目標ってどうしても結構実務的な話になることが多いんですよ。うん、だからあんまり感情入らないんですよね、うんうん、でも3年後とか、まあ、2年後3年後とかになると少し感情の入りやすい目標になるので、うん、そのモチベーションの継続っていう意味でも大目標を立てるっていうのが、まあ、一番初めにやるべきことなんじゃないかなということですね。うん、はい、なるほど、なるほど。その実際になんか最初のセッションみたいな形でその大目標っていうのをこう決めて、はい、でそれに対してここから半年間はこういうのやってみいきましょうみたいなこう決めていくっていうか流れになるのかなっていう。そうですね、私の場合は初回でその話をするっていうのは基本的なやり方ですね。なるほど、はい、なるほど。その大目標を決めるってなると結構なんていうんですかね、難しそうなイメージというか、はい、大きいなんですかね、うん、方向性というか決めていくっていうところだと思うので、うん、結構その、なんですかね、普段からこう考えられてる方とか、まあ、目標が決まってるとかいう方だったら結構そうすぐこう決まるのかなって思うんですけど、ゼ、はい、ロベースというか、まあ、今の時期だったら、例えば、まあ、もうリアルでの集客しかしてないから、インターネット使って集客したいみたいな、その店舗の方がこうコンサル、ネットのコンサルの人にお願いするとかってなったら、もう真っ腹というか、はい、っていう状態の場合やったら、どういうふうにこう組み立てていくのかみたいな、あったりするんですか？あ、それでいくとね、多分その目標っていう言葉を使ったからあれなんですけど、その目標っていう言葉を、ね、なんて言うかな、この数字を達成したいとか、そういうのじゃないんですよ。あ、なるほど、なるほど。数値目標にすることが面白くなくなるんですよ。じゃなくて、例えばそれこそコンサルタントとしてこうなってたい、うん、とか、従業員がこれぐらいになってて、で、今どういう、その社長がどういう状態になってるのかとかっていう、その社長の、まあまあ、相手のなんかなりたい像とか、うん、ありたい状態とか、うん、どちらかというとそれを
明らかにするイメージです。うーん、だからあんまり細かいことは決めないんですよ。あ、そうなんですね。年商いくらとか年収いくらとかそういうのを決めてしまうと途端に感情が入らなくなる。うんうんうん、し、まあ、結局変わるんですよ、2年後3年後なんて、うん、だから、まあ、大阪にいてとりあえず東京の方に向かいましょうねっていうのを決めるぐらいの感覚です。あ、東の方に向かえばとりあえず、うん、東京の方には向かうよね。で、うん、そっちにさえ向かってればとりあえず、まあ、自分の人生としてとか間違いないよねっていう方向だけ決めようって感じです、そちらが。なるほど、なるほど。その手段としてこの6ヶ月の目標があるっていう感じですね。ああ、なるほどです、なるほどです。はい、うんうんうん、じゃ最初はもうその方向性をこう決めるというか、その人はなりたい姿をこうヒアリングするみたいな感じになるんですかね、すり合わせるというか。そうですね、まあ、実際にやりたくないことから聞いて、はい、そこから本当にやりたいこととか欲しいものって、手に入れたいものとかなりたいものっていうのにを決めていくっていう感じかな。を明らかにしていくって感じなんですけど、そこから明らかにしていくと、うんうんうん、いうのが、まあ、一番初めで、それで3年と、まあ、それに基づいて6ヶ月は、まあ、どちらかというともう具体的な数値目標ですよね、うんうん、っていうのを決めるっていう感じですね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあ、ここでですね、またちょっと質問で、うん、もうちょっと細かいところで、あるんですけど、うん、まあ、特にポイントとしてこの実際その面談でこう相談があった場合、はいはいはい、どう対応していくのかみたいなところもあったので、そのあたりもちょっとお伺いしたいなというふうに思うんですけど、どう対応するか、なんかこの具体的な、まあ、質問があった場合、その面談の日に相談があった場合、うん、まあ、その場で答えと具体的な行動を、まあ、提示するのか、それとも一回こう持ち帰ってから提案するのかみたいな。まあ、それは多分そこで答えることができるのであれば、うん、答えてあげるし、答えられなければ、うん、まあ、答えられないってお話し、ちょっと調べますっていうことなんですけど、うん、一個重要なのは、その質問とかが本当に重要なのかっていうことは意識した方がいいです。その質問が本当に重要なのかっていうのは、ではクライアントさんのってことですか？そうそう、クライアントにとって、その3回、その例えば3年後になりたいものに対して、うん、必要な質問をしてるのかってことは僕すごく意識してるんですよ、はい、で、つまり何かっていうと質問ってまあいろんな質問があるんですよ。やり方がわからないっていう質問であれば答えてあげればいいと思うんですよ。多分そんな話じゃないじゃないですか、この話って。おそらくそんな話は別に答えますって話なんですけど、もっとね、なんとか、例えばこういう方法もあるって聞いたんですけどどうすればいいんですかねとか、うん、なんかちょっと迷ってて答えを求めてるってことが多いんですよ、うん、ほとんどの場合質問してくるときで、うん、とかちょっと道に迷ってるとか、うんうんうん、で本人は道に迷ってる感覚すらないみたいな、うん、でやらないといけないことはその3年後の目標を達成するための行動じゃないですか、我々がやらないといけない、はい、ってことはここからずれたような質問をしたのであればずれてますよって言ってあげる方が大事なんですよね。なるほど、それ今考えることですかって、うんうんうん、なるほどな。ちゃんとこう、ま、センタリングっていう言い方をしますけど、ちゃんと道筋に戻してあげるっていうことを意識してます。だから答えの出し方よりはどちらかというとセンタリングを意識するってことかな、軸が、うんうん、でその軸に戻してあげることの方が大事かなと思いますね。なるほど、なるほど。じゃあそれがこの来た質問がこうそこに合ってるんだったらそれに対してこうやった方がいいですよみたいなんでこう進めてあげるけど、はい、違うのが来たら修正するってとこからまず始めないといけない。そうそう、その質問何のためにしたんですかとか聞きます、ね、あ、なるほど、なるほど、うん、うん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 、それ迷ってるってことですよねとか、うん、っていうふうに言いますね。だからどちらかというとそのコンサルタントの仕事って本当に大事なことって何なのかっていうことを明らかにして、その、うん、大事なことにフォーカスしてもらうっていうことが大事なんですよね、うんうん、それのための手助けをしてるイメージですね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。今日のこのはちみつ会社員さんからのご質問をこうちょっと、はい、回答をこうまとめていただくとどういう感じになるでしょうか。そうですね、だからいっぱいご質問をいただいているので、答えられてない部分もあると思うんです。
ですけど、まあ、もうそれも含めちょっとまとめて回答すると、まあ、まずは一番初めに、大きなその3年後の、まあ、目標、まあ、ワクワクするような3年後の目標に対して、まあ、具体的な6ヶ月後の目標とかを決める。これがまず第一歩です。で、あとは実際にこう、まあ進めていくわけですけど、まあ、面談の回数とか、どれぐらい連絡取るんですかとか、それは相手のスキル次第じゃないですか。だからあんまりそこはなんかこう決まってるわけではなくて、相手が成果を出すためにどれぐらい必要なのかということです。だからドンと大きく宿題を渡して1ヶ月でできるタイプもいれば、それが無理なタイプもいてるんですよ。ですからそれは相手の問題だから、相手に合わせていくっていうことですよね。なのであんまりこうかなりはめないっていうことが一番大事なんじゃないかなって思います。で、もちろんこれもこちら側のスキルの問題もあって、慣れてくると、まあ、本当に1ヶ月以下の面談でも成果が出せるようになってくるけど、やっぱ一番初めは1週間ごとに面談したらなかなか難しいっていうこともあるから、これはもうなんかお互いですよね。相手とこちらのスキルのこう合体の話なので、まあ初めは頑張れ、待って、もう何ぼでも連絡取ってくれと、でその中で自分に最適なペースを見つけていただくっていうのが一番いいかなと思います。でその上で、大事なのはその、まあ、目標を達成するっていうのがその社長にとって、その相手にとって一番大事なことなんだから、ここ以外の、疑問とかを、まあ、挟ませないようにするっていう言い方をするとおこがましいですけど、そこに、まあ、道を戻してあげるっていうのが実はコンサルタントの仕事の、まあ、重要な一つなんですよっていうことですかね。なるほどなるほど、はい、ございます。まあ、ぜひですね、はちみつ会社員さんはこれ参考にして、まあ、やっていただければなと。そうですね、まあ、初めはなかなかこうやってどうやればいいかって正解を探しがちなんですけど、その正解って本当人によって違いますから、ぜひご自身なりのを見つけてもらうと本当嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなど、あなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。